初めての保育園給食。公立保育園の状況を中心に一般的な保育園の給食についてご説明いたします。各保育施設の方針により実際には異なる点もあると思いますので、詳細は各保育施設にお問い合わせください。まず保育園の給食とは、保育園の給食は栄養士などにより栄養管理された食事が決まった時間に提供され、生活リズムを整えることにつながっています。子どもたちにとっておいしく楽しい時間となるように、調理室からは衛生的に提供し、保育室では保育士等が寄り添い安心して食べられる環境を心がけています。ご家庭での食事はお子さんと2人で、またはお子さんだけが食べているという環境の方も多いかもしれませんが、保育園ではお友達や先生たちと一緒に食べるという点がお子さんにとって最も刺激的で良い影響となるかと思います。保育園給食の特徴としては次の通りです。第一に安心安全な給食です。ご家庭と異なるメニューや環境など保育園で初めて体験することもあるかと思いますが、保育園では食中毒や誤食事故などが起こらないよう、給食に携わるスタッフ全員で安心安全を第一に日々確認を重ねながら提供をしています。5番目にありますサイクル献立とは、1月の中で2週間を目安に同じようなメニューを繰り返す献立のことです。皆さんの中にはご家庭でも毎日同じようなメニューになってしまってと悩んでいる方もいるかもしれませんが、子どもたちにとっては慣れた味が安心しますし、いつもと違った味になれるのには経験が必要です。ですので保育園ではあえてサイクル献立を採用しています。給食費について簡単にご説明いたします。3歳児クラス以上で必要となり実費徴収となります。給食費の内訳には主食費と副食費があります。金額について公立保育園では一律5500円となっております。私立保育園については各園で異なりますので、詳しくは戸田市保育所一覧の幼児組給食費をご確認ください。次にタイムスケジュールについてご説明いたします。ある日の給食として一例を載せています。保育園では基本的にはお昼ご飯とおやつの提供があります。おやつは0、1、2歳児クラスは午前と午後に、3歳児クラス以上は午後にあります。子どもは小さな体の割に多くのエネルギーを摂取する必要があります。そのため午後のおやつはおにぎりや麺類、パンなど軽食のようなものが多いです。ここで保護者の皆様にお願いがあります。保育園入園までにしていただきたいこととして、毎日決まった時間にしっかり朝ごはんを食べる習慣をつけておくようにしてください。保育園に通う子どもたち、登園時間が早いせいもあると思いますが、朝ごはんをしっかり食べてから登園する子が正直なところ少ないです。そうすると保育園での午前中の活動に支障が出る場合もあります。ちなみにお父さんお母さんは朝ごはんを食べていますでしょうか。以前戸田市民にとったアンケート調査によると、戸田市民の特に若い世代の方は国や埼玉県全体と比べて朝ごはんを食べている割合が低いという現状があります。保育園に入るとお子さんと過ごす時間は今より少なくなるかと思います。お子さんも登園前の朝、
一人でのご飯は寂しく味気ないと思いますので、まずは簡単なものだけでも構いませんので、ぜひご家族揃っての食事として朝ごはんの時間を活用できると良いと思います。食物アレルギーについてご説明いたします。心配な方もいらっしゃるかと思いますが、食物アレルギーについてはすべての保育園で対応いたします。ただし対応については必ず医師からの指示があることが前提となります。保護者の方のなんとなくの不安での除去対応などは致しかねますので、もしかしたらアレルギーかもと思ったら必ず医師の診断を受けておくようにしてください。その上で医師が記入した生活管理指導表というアレルギー対応についての診断書をもとに対応を行います。対応については各保育施設で異なりますが、公立保育園の場合は基本的にはアレルギー食材の除去対応となり、除去対応ができない場合には一部代替食の提供や代替品を持参していただくこととなります。最後に離乳食についてご説明いたします。離乳食については個人個人の月齢や体の発達に応じて提供します。初めて食べる食材はまずご家庭で試してから保育園で食べるのが原則です。また母乳育児の場合、ミルクや哺乳瓶の経験が必要となります。これらを踏まえ、ここから保育園給食の話で最も重要なポイントであり、保育園入園までにやっておいていただきたいお願いをお伝えいたします。まず保育園給食の原則はご家庭で試したことがある食材のみ提供できるという点です。これは先ほどの食物アレルギーと関連しており、アレルギーの有無をあらかじめ確認しておくためです。そのため試したことがある食材が少ないと保育園での給食がまともに食べられない、提供できないということもあります。離乳食をこれから始める方、すでに始めている方も焦る必要はありませんので、月齢を重ねるごとにぜひ様々な食材を試してみるようにお願いします。そしてもう一点は授乳についてです。0、1歳児クラス入所希望で母乳育児の方にお願いです。ミルクや哺乳瓶を入園前に挑戦し慣れておくようにしてください。実際の現場の保育士から多く聞く困った話として、今まで母乳しか飲んでいなかったため、入園後いざミルクを与えようとしても哺乳瓶の乳首を嫌がって泣いてしまい、全く受け付けないという話があります。離乳食が進んでいれば食事で栄養や水分を補うこともできますが、その段階にないと水分不足、栄養不足になってしまい、安全に保育を行うことが困難になってしまいます。また哺乳瓶には多少慣れていたとしても、母親以外から与えられることに慣れていないため、保育士からだと飲まないといった話もあります。もちろん保育園でもできる限りの協力はいたしますが、それは家庭での試みだという土台があってうまくいくことかと思います。お父さんお母さんが保育園生活について不安に思うと同様に、当のお子さんこそ入園時は今までと全く異なる環境に置かれ、家族と離れた寂しさや不安もあり、精神的に不安定になることもあるかと思います。そんな時、授乳や食事に関するあらかじめできることについては、お子さんのために今のうちに一緒に準備をしていくことで少しでも不安を減らせると思います。栄養がしっかりとれずにいると病気にもかかりやすくなり、保育園をお休みしなければならないという事態も起こしやすくなるかと思います。保護者の皆さん自身のためにも、ご家族、周りの方にご協力いただき、入園までに進めておきましょう。
最初にもお伝えしましたが、食事においても保育内容と同様に各保育施設の方針がありますので、全てこの通りとは限りません。細かな点については内定後の面談時や入所後に各保育施設でご相談ください。以上で初めての保育園給食の説明は終了となります。